はい、どうも皆さん、ヤガチャッチャーというわけで、私ヤガミンことヤガミハエデがお送りしております、素晴らしいこの世界実況プレイ動画パート3というわけでございましてですね、前回はですね、あのゾウの呪いを解くっていう新しいミッションを課せられてしまったんですが、なんとなく赤いパーカーのとこがいるところがですね、進行方向の壁の解除ができるということがなんとなく分かったところでございました。というわけでございまして、前回はねモヤイ像の、近くにいますノイズを倒したことで壁を開けていったんですけども、その続き見ていきましょうというわけでございまして、あのお嬢ちゃん、なかなかいいものを持ってるな。で、何のことだったんでしょう。無事に到着、時間もまだ大丈夫。ここは昨日こいつと会ったところだ。ここに繋がってたのか。さあ、ハチ公の呪いを解かなくちゃ。どうやって呪いを解くつもりだ。きっとさっきみたいについてるノイズを倒すとか。ノープランか。やっぱり他人は当てにはならないな。足手まといなだけだ。さあさあ、とは言いつつね、じゃあこのハチ公どうするかってところでございますね。じゃあノイズがついてりゃノイズを倒すだけ。よいしょ。あれ、ノイズがおりませんよ。ゾウにノイズがいない。スキャンしても見えないの。じゃあハチ公は呪われてないってこと。まさか本命の像はこれじゃないのか。あれ、ねえネク見て。まずいぞ、残り時間でまた像を探すのは難しい。ねえネクってば。なんだよ。ハチ公がなんか変。変ってどこが。お、なんかただのハチ公に見えますけどね。よいしょ。わからない。でも前にハチフェスで見た時と違う気がする。近くで調べてみるか。さあさあ、というわけで改めて調べ、改めて調べてみましょう。よいしょ。ねえハチ公ですけど、普段のハチ公と違う気がする。前にハチフェスで見た時には確かこんなんじゃなかったんだけどな。もっと近くで見る。さあねえ、まずはもっと近くで見てみるか。いつものハチ公より可愛くない気がする。なんかここら辺がなんかね、青くなってますね。でなんか全体的には茶色な感じで、もそれ以外何もないですもんね。さあハチフェスなんて話してましたね。さあというわけでございまして、ハチフェス、ハチフェスってなんだ。ああ、ハチフェスっていうのはね、ハチ公を触って幸せになろうっていうイベントよ。正しい触り方で正しいところを触ると願いが叶うんだって。そんなイベントがあるのか。イベントは毎年やってて、毎年触り方と触る場所が変わるの。もし触り方とか触る場所を間違っちゃうとどうなるんだ。呪われちゃうんだって。ずいぶんハイリスクなイベントだな。情報を集めに行く。呪いか。確かに何か違う気がするんだけど。こいつじゃ頼りにならないな。時間が惜しい。情報収集に行こう。さあというわけでね、なんとかこの、あらね、こっち側は今回行けないらしくて、赤いパーカーのとこがいないということは、今回行動制限はここまでの、今来たところのマップまでの間に何かしらのヒントがあるみたいでございます。さあというわけでございまして、ここら辺に向かってスキャンをかけてみましょう。よいしょ。でいろんな人がいますね。ブログね、王子のブログ更新されたのかな。毎日これを読むのが生きがいよね。王子ね、いい匂い。あ、今通った人いい匂い。どこの香水かな。私も欲しいかも。聞いてみようかな。でも初対面だしな。わかる。これなんかすごいナンパした感じになるよね。締め切り、原稿の締め切りが近い。でも見た目たくない。だから今私はここにいる。帰れ。お前は王子の新曲最高。あの不安定な音程が逆に気になって中毒になるのよね。ディスられてるぞ王子。キャットって実は総勢20人のクリエイター集団だったのね。道理でいろんなジャンルにたくさんの仕事、作品出せるわけよね。あの仕事量は一人じゃ無理よね。キャットっていう集まり、ゲームショー。先月の渋谷ゲームショー楽しかったな。スタッフのユニフォーム可愛かったな。私も欲しい。なんかこんなイケイケなギャルなのにゲームショーなんて言ったの。塩を忘れた。はあ、小腹が空いた。ポテトフライでも食べるか。あー、ポテトにかける自前の塩を忘れた。ポテトは白くなるぐらい塩かけないと納得できないのに。
死ぬぞお前、お前死ぬぞ、大丈夫か。よいしょ。さあというわけでございまして、西口バスターミナルに戻ってきました。さあさあ、西口バスターミナルに戻ってきた方がいいですけど、このね、あの銅像、なんかモヤイ像と話した人、なんかちょっと気になりますね。スキャンかけてみましょう。ハチ公、お、そういえばハチ公も悩んでたよな。あいつのすさんだ心、俺が磨いてやれたらな。ごめんな、ハチ。磨いてやれたら。なあ、最近さ、ハチ公のやつも元気がないと思わないか。こいつゾーマニアか。きっとお前と同じで何か心配事があるのかもな。なあ、あいつの心を俺が磨いてやれたらピッカピカにできるのにな。ハチ公の心を磨く、すごい発想だな。心を磨く、そっか、ネク、ハチ公を磨いてみようよ。なんでだよ。そういえばハチ公が少し汚れてたの。変な模様みたいなのついてて、なんか呪いっぽかったもん。こいつの呪いの基準はともかく、まあハチ公がいつもと違うところは模様だけみたいだし、よし、やってみるか。うん。さあというわけで、ハチ公を磨くに行くという話でございますね。よいしょ。というわけで、改めてハチ公前に戻りまして、と、よいしょと。ねえハチ公、ネクどうするの。というわけで、ハチ公を磨く。よし、ネク、心を込めて磨きましょう。ハチ公を磨いてって、周りから変な目で見られないか。大丈夫、みんな見てないし、見られたとしても悪いことするんじゃないから平気よ。そういう問題じゃないけど、仕方ない。さあね、というわけでね、磨きましょう。よいしょ。ね、ハチ公のね、汚い汚れ、おお、本当はね、銅色じゃなかったのね。ガルル、ネク、なんか言った。何も言ってない。っていうか、磨けば磨くほどハチ公じゃなくなっていくような。ガルルルルルル、いいから黙って磨けよ。私何も言ってない。あら、ってネク、ハチ公から何か出てきた。なんだ、こんなところにボスキャラがおったのね。さあというわけでございまして、ハチ公から出てきたワンちゃんを倒していきましょう。まあとりあえずね、これはなんか、まあ、ボス戦というかイベント戦のようなものなので、ああ一匹逃した。よいしょ。まあとりあえず一回切りつけまくってだね。切りつけまくって一回ダメージ与えられるだけ与えつつ、お前あと一体、美味しいですね、あと一体。よいしょ、あ、当たってない。ね、これね、タッチペンだと簡単だけどね、ジョイコンだとちょっと難しいよね。よいしょ。さーて、まあまあ適当に攻撃しながら切りつけていけば、でさらに炎が残ってるから、よいしょ、あー、あれ、よしよしよし、できたできた、オッケー。というわけでノイズをね、なんとか倒すことができまして、ね、さすがにね、この時間がかかるとね、30連続ヒットとかね、いろいろとなんか、あの気持ちいいコンボが入れられるのもね、好きなところでございますけども。さあ、ディフェンスプラス S なのでね、これは式のディフェンス力が上がると。 OK。 お、タイマー、ネク、タイマーが消えた。クリアできたみたい。モヤイ像とハチ公像両方にノイズがついてたのね。ミッションはその両方のノイズを倒すことだったのか。ねえネク、あ、さっきさ、仲間なんていらないって言ってたよね。あ、あ、それが、このハチ公の謎って解けたの私のおかげじゃない？はあ？何言ってんだ。私がハチ公の模様に気づかなかったら、このゲームクリアできなかったかもしれないよ。お前な。お前に頼らなくたって俺一人で謎くらい解ける。本当にそうかな。だって、ああ、ムカつくわ。すんごいムカつくわ。何よ、またあんたたち。何？この声、昨日ミッションクリアした時に聞こえた声、まさか死神。何、私が死神で文句あんの？あなたが死神？死神、こいつがミッションを出してくるやつか。っていうか、あんたたちが昨日消えてくれなかったおかげでラーメン一杯損したんだけど。は？こいつ本当に死神なのか。あら、リアクション取れないくらいビビっちゃってんの。じゃあ着付けにこれをあげるわ。まさかのいきなり。
さあ音楽もいつもと違う感じでございます。さあというわけでちょっとしたボス戦、さあね、右側のね犬はね見覚えがあるけど、左側にねあのいるなんかあのハリネズミみたいなやつはねちょっと全然見覚えがないので、さあそこら辺が大変なところかもしれませんが、ここで必殺技を打ってみましょう。あ、必殺技ってあれかシンクロギージが溜まってるだけか、畜生。てかまだそれを習ってないのかあれだわ、早とちったわ、もうゲージ溜まってるからいいじゃんと思ったわ。え、これまだ使えないんでいいんだよね、使えないのか、 OKOKOK。 あのね、この右上のシンクロゲージが溜まるとなんかもろもろって話があるんですけど、まあとりあえず倒すわ。よいしょ、とりあえずバーっと燃やして、あ、結構 HP あるね、結構 HP あるね。ここまでね無駄な戦闘しないとまだレベリングをしてないのでね、よいしょ、とりあえずガンガン打って、ガンガン打って OK で、ボスキャラを撃破とね。先ほどね、というわけでございましてって言ったね必殺技の話は忘れていただいて、よいしょ、というわけで2日目のボスを撃破、よいしょ、 OKOK、 バッチもレベルが上がってきてますね、 OK でございます、よいしょ。さあというわけで死神がいましたけども、さて四季のアタックがプラス、そしてアイスブローという新しいバッジもゲット、さらにヒヒーローかね、これはねあのあくまでもガンガン集めるゲームなの、あの集めるアイテムなので、まあ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 というところでございますけども、はあ、今までのノイズより強い、あらなかなかやるわね、ちょっと意外、じゃあもっと楽しんでもらおうかな、次のノイズは強いわよ。まずい、この状態でまだノイズとは戦えない、だったら、あらこいつを叩く、もしかして私と戦うっていうの、あんたバカじゃないの、勝てるわけないじゃん、でもいいわ、ちょっと退屈してたから相手してあげる。何、こいつ自分が呼び出したノイズを倒した、私がノイズを消してびっくりって顔ね、ノイズはあんたの仲間じゃないのか、キモい、あんなのと一緒にしないでよ、ノイズはただの道具、ぶっちゃけ捨て駒ね、あんたたち参加者も同じだけど、くそ、こんなやつには絶対負けられない、でも勝てるのか、こいつの実力は全く読めないけど、やるしかない、ダメネク、ダメって言った瞬間に喉がなんかね変なところから出て、ダメってなんか変な声出たこいつに逆らっちゃダメ、逆らったら簡単に消されちゃうよえ、何？やめるの？つまんない、せっかくワクワクしてきたのに、すんごいテンション下がる、じゃあ私から行っちゃおうかなまあけどそれは無理なのよね、え？じゃあどうしよっかな、そうだ楽しいこと思いついた、あんたにスペシャルボーナスゲーム、もしクリアできたら死神のゲームから解放してあげちゃう、ゲームから解放、本当か、もちろんね、すごくない、どうする、私とゲームする、どうする、ネク、ダメ、乗っちゃダメ、あんたうるさいのよ、黙ってな、さあやるの、やらないの、やる、ネク、ヒュー、さすが男の子ね、さあ始めよう始めよう、あ、言うの忘れてた、もしクリアできなかったらあんた消滅ね、なあゲームはね超簡単、1分以内にあの子を消す、あいつを消す、そう、ただ消すだけ、超簡単でしょ、サイキック使ってノイズと同じようにすればいいのよ、うわちょっと楽勝すぎたわ、はいじゃあスタート、いきなりか、くそ、俺に人を殺せっていうのか、いくらなんでもそんなことできるわけないだろ、けどあいつを殺さないと俺が消える、ネク、残り30秒、あれもしかして迷ってる、じゃあいいこと教えてあげちゃう、あの子ね私たち死神のスパイなのよね、何スパイ、ちょ何言ってんのよ、定時連絡ありがとね、おかげでスムーズにことを運べたわ、嘘よやめてよ、ネク、こいつが言ってるのは全部携帯、じゃあお前携帯で何してた、え、それは答えられないってことはやましいことがあるってことよね、違うわ、あんたはもう用済みだから消えちゃっていいわ、はい残り10秒、このゲームの主役はあんたよ、
あんたの好きなようにすればいいだけ。迷うことないじゃない、素直に動けばいいだけ。誰の命が一番大切かってね。やめてネク、私を殺さないで。俺は私を殺さないで。さあ、ここで2日目が終わりというわけでございましてね。第2話の名前は私を殺さないでだったわけでございますけども。ね、これ毎回ね、後々にね、その時のエピソードの名前出すのはずるいよね。さあ、というわけでございまして、3日目です。ここは、どこだ？暗い。夜？いや、どこかの建物の中か。そうだ、あいつは、いない。そうだよな。俺が。ね、40秒前ぐらいに見たんですけどね。本当にやっちゃったの、しきちゃんのこと。2日間一緒にいたんだよ。まず、ここから出ないとな。出口はどこだ？このバッジで明るくすれば。え？炎が出ない。バッジが使えないのか。仕方ない、手探りでいくか。さあ、シャットダウンね。というわけでございまして、続いてはね、ここからはですね、ゲームを遊んでない間にもバッジのボーナスが入るようになりました。でいうわけでございましてね、これでね、遊んでない日も安心ということでありがたいところでございます。さあ、足が見えますけども、とりあえずどこに行けるんでしょう。足音、こっちに歩いてくる。暗い。どこだろう。誰だ。お前はネク。びっくりした。もう脅かさないでよ。お前こそどこ行ってたんだよ。ここ真っ暗でどこかわからなかったから出口探してたの。暗くて周りがよく見えないからいろんなところぶつけちゃった。もう一度試してみるか。ネク、バッジはノイズと戦う時しか使えないよ。そうなのか。中には普通の時でも使えるのがあるみたいだけど。そういえばサイコキネシスは使えたな。こうくらいと下手に動き回らない方がいいかもな。大丈夫、あっちに出口見つけたの。だったら外に出れば。だってネクを置いていけないでしょ。私もちょっとは役に立つでしょ。勝手に歩き回るなよ。あれあれ、勝手な真似してピンチになって怒られたのは誰だっけ。迷うことないじゃない、素直に動けばいいだけ。誰の命が一番大切かってね。やめてネク、私を殺さないで。俺はあらららら、この後か。さあ、そろそろ答えを見せてもらおうかな。おい、その辺でやめとけ。誰？姉ちゃん、ルールは守らないとな。パートナー消滅をミッションにすんのは禁止されてるはずだぜ。なんだって？言われなくても分かってるわ。ゲームの余韻を楽しんでただけなんだけど。何？それにミッションは1日につき1つ。ゲームマスターしか出せないルールだろうが。もちろん知ってるわ。っていうか私ゲームマスターじゃないし、今やってたのは当然ミッションじゃなくてただの遊び。全然ルール違反じゃないんだけど。だったら今日の仕事は終わってんだろ。トトとかエヌ、どこの参加者か知らないけど、死神のルールに詳しいのね。お前騙したのか。ゲームから解放するっていうのも嘘だったんだな。失礼ね、嘘なんてついてないわ。
消えればゲームから解放されたも同じでしょ。あーマジテンションが後落ちだわ。今日はお開きよ。また今度遊んであげるわ。ありがとうございました。おかげで助かりました。羽駒だ、羽駒さない。まあ言うならばゲームの監視者ってところだな。今みたいに参加者を騙したり卑怯な手で自滅させる不届き者もいるんでね。俺たちあいつに騙されてたのか。俺たちじゃねえ、お前だけだろ。ジョーちゃんを無視して独断先行でゲームに乗ってこのざまだ。もう少しでジョーちゃんを消しちまうとこだったんですよ。何でも一人でできると思い込んでると痛い目見るぜ。ほらジョーちゃんに謝んな。はぁ、わだかまりを少しでも残すとだんだん大きくなってミッションに影響するぞ。ほら悪かったネク。いいよ、もう気にしてないし。ほらあの場合しょうがなかったっていうかね。それにはっきりしなかった私も悪かったし、だからネクももう気にしないで。よし、これで問題解決だな。いいかお前らよく聞けよ。この渋谷で生き抜く術はただ一つ、術だな。生き抜く術はただ一つ、パートナーを信頼しろ。特にそっちのヘッドホン。ヘッドホン、信頼って意味ちゃんと分かってるか。ゲームに勝ち残るためにはパートナーは不可欠。自分の力だけじゃいつか必ず限界が来る。パートナーと力を合わせることで自分の限界を超えることができる。ノイズと戦うときもそうだ。一人で戦っていてもパートナーとはつながってる。お互いのエネルギーを感知して呼び合ってるんだ。だからパートナーと心を合わせろ。まずはちゃんとジョーちゃんと話をしろ。お前が考えてることそのまんま言ってみろ。話さなきゃ何にも伝わんねえだろ。そうだよネク、私分かってる。私がネクの足を引っ張ってるって。サイキックだってそんなにうまく使えないし。でもね、私このゲームに勝ちたいからネクと協力して頑張りたい。だからネクの考えてること知りたい。ネクのこともっと分かりたいよ。ネク、俺だって分かりたい。分からないんだ自分のこと。え、名前以外思い出せなくて。気づいたら交差点に倒れてて、どうしてこの街にいるのか、どうして死神のゲームに参加してるのか、何もかも分からないんだ。思い出せないんだ全部。思い出せないって、それって記憶喪失ってこと。そうか、それは辛かったな。びっくりだよ、ネクが記憶喪失だったなんて。もっと早く言ってくれればよかったのに。自分でもわからなかったんだ。確かにネク渋谷のこともゲームのことも何にも知らなかったもんね。仕方ないだろう、お前だって知らないことたくさんあるくせに。まあそうだけど。でも助かったよね。俺いつもインターネーションで見てた。次回の収録までにもう一回読み方確認してくる。ネクともちょっと話せるようになったし、それにすごいバッチまで。びっくりした、急になりだすんだもん。おい携帯落ちたぞ。触らないで、自分で拾うから。写真見ちゃった。画面が上になってたから。友達、同じクラスで一番の仲良しなの。もしかしてお前いつも。うん、これ見てたの。なんだよ、お前だってそれならそうと早く言えばいいのに。そんなの隠すこともでも。あ、ほらネク、ミッションメール届いてるよ。なんだごまかしてる。やっぱりこいつまだ何か。エイーストの主を倒せ。制限時間は360分、失敗したら消滅死神より。ねえ、今までに比べてミッションの時間が長いですね。タイマーか、ミッション開始ってわけか。今日も頑張ろう。今日のミッションは A イーストに関係あるみたいね。 A イースト、ライブハウスの名前よ。何回か行ったことあるから場所なら私知ってるわ。そういえばお前渋谷に詳しいな。まあね、よく遊びに来てるし私に任せて。よし、 A イーストに行きましょう。出口はあっちにあったよ。
さあ、というわけでございまして、さらにバトルの難易度イージーをゲット。ね、難易度を下げることができるようになりましたが、難易度を下げると獲得できるアイテムの価値ももちろん下がってしまいますのでご注意よと。さあ、というわけでございまして、出口があったということなので、出口に出ていきましょう。さあ、エイースト前、あれ？あれ？ここは、なんだ？エイーストって、ここなんだけど。なんだ、最初から目的地にいたのか。お前、気づかなかったんじゃなくて、気づけなかったの。ほら、中真っ暗だったでしょ。とにかく、予定より早く到着したし問題なし。さあ、早く主を倒しましょう。って言っても、この中に主なんていた？まず暗いのを何とかしないとダメだろう。だよね、暗すぎて見つけられないもんね。私も場所が分からなかったくらいだし、何とかして電気をつけないと。誰か知ってるやつはいないのか。パートナーとの会話をゲット。フィールドで一定時間ジェットしているとパートナーと会話ができるようになりましたと。さあ、というわけでございまして、まずはね、パートナーにちょっと話を聞いてみたいところでございます。よいしょ。まずは電気をつけないと話にならない。とりあえず情報を集めてみよう。この辺りの人なら何か知ってるんじゃない。さあ、というわけでございましてね、3日目のミッションは改めてね、エイーストの主を倒せというミッションが課せられましたが、中の電気が消えてしまっているため、このままではニッチもサッチもいかない状況となってしまっております。じゃあどういう風にしていくのか、そういうところはですね、次回の動画でまた続きの物語一緒に見ていきたいなという風に思っておりますので、何卒よろしくお願いします。というわけでございまして、ここまで、今回はこの辺にしまして、残りは次回動画に回させていただきます。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。お疲れ様でした。ここまでのお相手は私、ヤガミンこと矢上颯がお送りいたしました。See you next time. Stay tuned. Bye bye.